こんにちは、キミです。今日はノーコンプライフロントサイド180のハウトゥーを皆さんにシェアしたいと思います。よろしくお願いします。では最初にスタンスからシェアしたいと思います。僕はこのスタンスでシェアしてます。左足のシェアの仕方なんですけども、いつも立ってる感じで同じで、こうちょっと斜めにしてもらう感じでシェアしてくださいね。一応ここ、これぐらい開けて、かかとを地面にシェアしやすいように、こうやってね、深く乗っちゃうとかかとシェアしにくいんで、一応こうやってこのぐらいがいいと思います。まあビスの上ぐらいで、後ろ足はまあこんな感じで、ここをちょっと隙間あるぐらいでね、結構根元に近い感じでシェアしてください。次に、上半身の動きをシェアしたいんですけど、基本的にはこの角度で反動をシェアしないです。手の反動をシェアしてしまうと着地が変になったりするんで、上半身の反動はシェアしないです。見てくださいね。で、テールをちゃんとシェアして、足を上げずにそのままテールに貼り付けたようなシェアの仕方で前にシェアします。その時に上半身もう基本的にこの状態ですね。この状態を絶対にシェアしてください。シェアした状態で180で、上半身はそのまま、だから一連の流れでやるとこういう感じですね。こういう感じでシェアしてください。次は足の下ろし方をシェアします。さっきのスタンスですね。かかとをまずシェアしてもらって、つま先をこれぐらいですね、シェアしてください。必ずこうすることによって次の180をシェアしやすくなるんで、こうせずに結構ミスする人はこのまま下ろしちゃってるんで、こうやってシェアしちゃうと180がシェアできないんで、いい感じにシェアできなくなります。そうした時に着地位置が絶対ね、この後ろ側にシェアしてしまうんで、まくられて地面に体ごとシェアするっていう、こうなった場合ちょっと恐怖心が余計ね芽生えてしまうんでね、ちゃんとしたやり方はまずかかとシェア、つま先をハの字っぽい感じですね、してもらって、でそうしたらもう勝手にね、テールがバチッとシェアするんで、この後に右足、こっちの後ろ足は空中にシェアしちゃダメです。そのままテールに貼り付けてるような状態で地面を擦る感じでシェアして、で前にシェア。着地なんですけども、基本的にビスとビスの上を狙っていくようにしてくださいね。テール弾いてやったらね、180その分前行くんで、その分ちゃんと自分の体も前にシェアしなくちゃいけないですね。だからその場でやっちゃうと、この場で回っちゃうとできないんで、ちゃんと自分も前までシェア、もう絶対これです。これでないとダメです。前に飛ばずにシェアすると着地位置がここになるんで、まくられてこける。でまくられてこけるっていうことは、恐怖心をもうめちゃくちゃシェアしてしまうんで、その恐怖心が心の中にシェアされてる状態で、次またノーコンプライシェアしたら、乗りに行きたくても乗りに行けないっていう状態がもうシェアしてしまうんで、なのでもうしっかり自分も前にシェア。 OK ですか？シェアしてますか？常に板がシェアするっていう人結構いてると思うんですよ。慣れたら、もう基本的に常にシェアすることはないです。慣れるイコールテールをシェアできてるかですね。地面にしっかりシェアできてたら板が立ち上がるんで、いい感じに膝の股の下をシェアできるようになります。最初は慣れてないんで、テールがしっかり当たらなくて、板を前に送る動作をちゃんとシェアできてないんです、体が。だそうなるとほぼ高確率で常に当たるんで、だなるべくテール弾いて、で前にしっかり送るっていうことでシェアしてください。では常に当たる確率は減ると思います。最初のうちはゆっくりのスピードでいいんでシェアしてくださいね。あとはそうですね、2段階で練習するとか、そういうシェアの仕方もいいと思います。まずはテール弾いてシェアしてから、次に1拍シェアして、そのまま2段階目でシェアするみたいな、そういう感じのシェアの仕方がいいんじゃないですか。止まった状態でシェアするとボディバリアルみたいな飛び方になるんですよ。そうじゃなくて、板1枚分前に行く練習した方がいいんで、ちょっとでも動いた状態でシェアしてください。あとはもう回数をシェアしてくださいね。慣れたらあんまりミスをシェアしなくなります。ミスする方が逆に不思議なぐらいのトリックになるんで、
超ビットより本当に簡単だと思います。なので諦めずにシェアしてください。まあ恐怖心はありますけどもね、このトリックね、一回足ついてジャンプして前にシェアする、この感じはちょっと結構最初は怖いんですけどね。板がひっくり返るっていうのはつま先でね、ちょっとテールをシェアしすぎてるんで、じゃなくて弾いた後足の裏全体をテールにシェアしながら前に持っていく感じですね。足は上げないです、テールに貼り付けた状態です。絶対この貼り付けた状態をシェアして前にシェアしてください。でメイクできます。ということで今日は、ノーコンプライのハウトゥーをシェアさせてもらいました。でさっきも言ったんですけども、本当にショービットより簡単になります、慣れたら。でそこまでちゃんとねいっぱい練習してシェアしてくださいね。でシェアできたらもう他の友達にもやり方シェアしたりとか、でまああれやったらもう Twitter とか Instagram でできたって言ってねシェアしてもらうとね僕も結構嬉しいです。なのでもういっぱい練習してたくさんシェアできるようにしてください。今日はノーコンプライのハウトゥーでした。ありがとうございました。